は熱海の地球がずれ始めているとのことでして。リベンのずれとカジノと何の関わりがあるんだ。大ありです。熱海の地球に巨大生物の影がありまして。熱海の防衛司令は誰だったかな。ああ、暇だな。元浅草防衛隊司令の鬼頭という男ですが。鬼頭？確か鬼頭という男は浅草に出た怪獣よりも町を壊したという、あの鬼頭か。怪獣を戦えばその町はめちゃくちゃになるもんな。はまた強そうな名前だね。雷が対オーガに立ち向かう熱海防衛隊。特撮映画じゃないんだよ。国名の美人だぜ。あ、目を見せてやろうぜ。国名、直ちに戦闘態勢に入ります。レーザーシュー、作眼レーザー命中。二足のライナーを叩くんでな。何ですか今のは。やつは何をしたんですか。熱海はどうなってるんだ。神風が大破したとか本当なのかね。宇治から帰還している国名が熱海近辺で交戦中との情報も本当なのかね。君にはがっかりしたよ。これに失敗したら霞が関に君の席はないと思いため。全ての罪は君が被るのだから。知れ知れ、自分たちを置いていくなんて水臭いですよ。誰だ。宮崎です。中川です。お前らバカ野郎、やるぞ。 Did you see that? This is why we shouldn't trust Japan. They're hiding a weapon like that. I know. That's the exact same battleship Yamato they built secretly during World War II. We've got a lot to file.